皆さんこんにちは。なんか皆さん元気ないですね。皆さんもう一度こんにちは。アルチューこと川端でございます。長谷川県スイングハートジャズオーケストラでございます。今日はですねこの寒い中、ようこそおいでいただきました。私たちの演奏これからですね30分から40分ぐらい演奏させていただこうと思っておりますので、お付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。本当に寒いですね。ほとんどの方は、この南部地域の方なのかなと思うんですが、津軽まだ雪降ってません。弘前、田舎からやってまいりました。岩木山という山がありますが、そこはもうだいぶもう白くなってしまいまして、昨日ちょっとみぞれっぽいかなみたいなものはちらちらっとはあったんですが、まだ吹雪くようなそんな日はまだなくてですね、寒いのは寒かったです。今朝7時に、7時半に弘前出まして、張り切ってやってまいりました。それもこれも私が9時のバンドに、トロで入ったためにですね、練習しなければならないという私に付き合わさせてですね、ここにいる20名が付き合ってくれまして、早い時間に立ってまいりました。今日はこれからですね、こんな寒い中ですが、これから30分寒い演奏をしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは次の曲参りたいと思います。次の曲は4という曲をお送りいたしたいと思います。
ありがとうございました。4をお送りいたしました。先ほどもお話ししましたが、久慈の、ブルーノーツさんにはですね、私もずいぶん前から、知り合って、可愛がっていただきまして、先ほどもお話ありましたが、岩手で大きなコンサートがあった時にも呼んでいただきましてね、使っていただいたっていう経緯があります。これからもですね、この私たちこのバンドやってる仲間っていうのは、日本という国は狭い国ですので、そんなに数がいるもんではないと思っております。ですので、その青森県、岩手県、秋田県と言わず、全国のそういうバンドの人たちとこれからどんどん交流を深めていって、バンドマンの輪を広げていきたいなと思っております。私たちもですね、その青森県でビッグバンド協議会というものを、今年の春、発足いたしまして、先月こちらの方で演奏させていただいたんですが、コンサート開かせていただいたんですが、おいでになった方どのぐらいいらっしゃいますかね。すごい、素晴らしい、さすが南郷。これからですね、この南郷の熱い空気をですね、どんどん、まずジャズフェス、夏のジャズフェスもそうですが、この熱い風をですね、弘前、津軽にですね、持って帰りたいなと思っております。来年は向こうで、大きなコンサートを開かせていただこうと思っておりますので、ぜひこの南部の方たちにもですね、津軽の方に遊びに来ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。温かい拍手だ。今日はすごく喋りやすいというか、南郷は割と喋りやすい、毎年、MC やらせていただくんですが、非常に反応が良くてですね、やりやすいなと。演奏は大体適当に聞いていただいて、私の MC だけはしっかり聞いていただきたいなと思っておりました。それではここで、我々のバンドのですね、歌姫をご紹介したいなと思います。サザエこと、トリーこと、真由美でございます。ハロードリー、イエスハロードリー、ドリーこと、真由美こと、サザエでございます。どうもよろしくお願いいたします。つい先日南郷に来た時はサザエでした。今日はドリー、来年は一体何という名前になってるでしょうか。ということで、歌をお送りしたいと思います。1曲目にお送りする曲はですね、コール・ポーターの名曲で、彼氏がいるのに、あなたのちょっと魅力的な人を見つけて、ちょっとあなたならいいわよという It's alright with me お送りいたします。It's a long time, it's a long place. Though your face is charming, it's a long face. It's not his face, but it's such charming face that it's alright with me. It's a long song and a long style. Though your smile is lovely, it's a long smile.Isn't his smile, but it's such charming smile that it's all right with me. You can know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too?It's a long lips, it's a long lips. Though your smile is lovely, it's a long lips. It's not his lips, but it's such tempting lips that it sounds like your face. Yeah, it's all right, it's all right, it's all right with me.オールスターズ。
we met, I strangely attracted to you. Love someone and try so hard to forget. Don't you want to forget someone too? It's a long game with the long chips. Now your lips are tempted at a long lips, not at his lips, but at such tempting lips that it sounds like your song. Yeah, it's all lie, it's all lie, it's all lie with me. ありがとうございました。It's alright with me お送りいたしました。続いてお送りする曲は、デューク・エリントンが書いた曲で、恋に目覚めた、気持ちを歌っております。I'm beginning to see the light お送りいたします。I never can match for moonlit sky. I never wink back at firefly. Another tulips are burning my eye. I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow. A candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came, echoes a spark. That's the forehead on fire now. Never saw rainbow in my wine. Never made love for London shine. Now the tulips are burning bright. I'm beginning to see the light. Another star, not in your eye. I'm beginning to see the light. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. Now it's the four on fire now. Now, never will I fall in love and shine. Never fall in love in my wine. Now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Yes, I'm beginning to see the light. Yes, I'm beginning to see them live. ありがとうございました。引き続き演奏をお楽しみください。サザエと紹介して、その後ドリーと紹介して、なんでなのというのがわからないという、お客様の中でファインディングニモというアニメご覧になった方おられますか？あ、ちょっと薄いですね。あの、今度見てみてください。ドリーというのは魚の名前です。全く人の名前を覚えない、顔も覚えない、まあ、茶化しなんですね。サザエっていうの、サザエさんってどんな人でしたっけかね。結局そこの部分でサザエさんってちょっとおしゃれじゃないよねっていうところで、先月10月の30日に、我々は毎月、コンサートをやらせていただいておりまして、マンスリーコンサートをやってるんですが、そこから新しい名前でデビューということでですね、ドリーという名前私が付けさせていただきました。茶菓子だっけのっていう、あ、茶菓子って大丈夫なんでしたっけか、通じるんでしたっけか。ああ、よかったです。茶菓子なんです。マンズ、あの、この間もちょっと言いましたけど、ドレス踏んでみたり、知らねえよってどうなっても
大変なことになるんだよっていうステージでね、そういうこともあったりするもんですから、そういう名前つけさせていただきました。まあそういうことで、まあ、私たちのこともだいぶ知ってる方の方が多くなってきたようですので、我々の自己紹介はあまりしないでいきましょう。とっとと曲やりましょうか。それでは次の曲はですね、これが喋りにくいんです。私学内もんですから、ほやおわほえいつか誰かとでしたっけか、ほやおわほえという曲をお送りしたいと思います。ありがとうございます。少しだけ CM というか、お話をさせていただきたいなと。それは私のためでもありましてですね、ちょっと休ませてもらえればなと。虎なんて簡単に引き受けるもんでないなんてことはないんです。本当にですね、友達が困ってるっていうのを思うと、やっぱり何かできることないかなと思いました。でやらせてくれるということでお願いして、今回は虎で乗せてもらったような形でした。これからもどんどん、使ってくださいね、ブルーノーツさん。多分上の席さんいたはずなんですけど、拍手はあの辺にないということはもう来るなということ。弁当2つね。はい。ですね、次の曲は、これは、名曲でございますが、
本当は名前の名曲なんですけれども、我々この曲先月、私たちの譜面はですね、我々の代表の長谷川健が譜面書いております。毎月楽しみというか毎週のように譜面を書き起こしてくださるんです。この曲もその中の名曲を書き下ろしていただいたんですが、我々が至らないばっかりにちょっと迷う方の名曲になっている可能性がございますが、昨日の練習で必死こいて練習してまいりましたので、なんとか聴ければいいなと、祈りながら自分たちも演奏したいなという曲でございます。 Take 5という曲をお送りしたいと思います。ありがとうございました。テイクファイブになってましたかね。ありがとうございます。もし拍手もらえなかったらもう1回行って5回目まで行ってまるかなと思ってたんですけど、自分たちの練習のために、いやいや、本当にありがとうございます。私たちのバンドだけじゃなくて、その今日参加しているこの、ビッグバンド、今日は出ていませんけど8年目もたくさんビッグバンドございます。青森県内にもたくさんのビッグバンドございますが、みんなですね、仕事を持ってやってるんですよ。週に1回なんだか肩集まってやるべしって思ってやってるんですけど、なかなか、仕事の関係で練習来れないとかっていうのが多々あります。その中でこの活動をしていくっていうのは、みんなそれぞれのバンドが苦労しているんではないかなと思っております。私たちのバンドはですね、おかげさまでほとんど休みないんですよそんなこともないですよね。今ある一部のやつだけに向かって言ってみましたが、忙しいんです。本当にみんな社会人はね、その中でその趣味の世界でやっているっていうことを、そのなんとかして、ちょっとでもうまく演奏できるようにっていうことで練習して、やってまい、こちらにもお邪魔しております。それでは、お待たせいたしました。次の曲はですね、我がバンドのバンドリーダーでございます長谷川健のテナーサックスのソロで、お送りしたいと思います。 Embrace of You という曲をお送りいたします。
私のソロでエンブレスオブリューをお送りいたしました。すいません、ちょっとここ爆笑していただきたいところです。長谷川健のテナーサックスのソロでエンブレスオブリューをお送りいたしました。いかがでしたでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、時間が過ぎるのは早いもので、我々のステージ残すところあと1曲、いや、もといアンコール2曲を残しまして最後の曲になります。最後の曲はですね、ハロードリーをお送りして、アンコール前の曲とさせていただこうと思っております。もしもアンコールいただけるようでしたら、短く盛大な拍手を、3発程度ですね、パンパンパンという形でいただければ、早速アンコールに入らせていただきたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。決して無理強いはしませんよ。あくまでアンコールですから、サービスの演奏ですので、もしもう1曲か2曲聴きたいなという方おられましたら、3発パンパンパンと、お願いしたいなと思っております。それではですね、本プロ最後の曲になります、ハロードリー、本日はどうもありがとうございました。それではですね、早速アンコールに行かせていただきたいと思います。本当に南郷のお客さんは温かい。我々本当にお客様の手が痛くなるほどね、拍手必要ございません。ちょっとでも長いなと思ったらもうアンコールだと思ってますので、本当にありがとうございます。それではですね、早速行かせていただきます。フランク・シナトラで有名でございます、ニューヨーク・ニューヨークという曲がございますが、今回は歌でないバージョンお送りしたいなと。ですので全く違う曲に聞こえるかもしれませんが、よく聞くとライザ・ミネリーがこの辺にいるかもしれません。何も出てこないですよ、期待してもらっても。ただいるかもしれないなという話です。それではアンコール1曲目でございます。今日も僕飛ばしてます。最後のあたりで一番調子に乗ってるかもしれません。ありがとうございました、本当に。それではニューヨークニューヨークお送りしたいと思います。
ありがとうございました。ニューヨーク、ニューヨークのテーマでございました。それでは本当に最後の曲になりますが、もう一度お尋ねしてもよろしいでしょうか。10月の、この、同じ会場で行われました、青森県ビッグバンド協議会のコンサートに来られてた方どのぐらいおられますか。本当に聞きたいんですけど。ありがとうございます。それではですね、だいぶネタバレしてるのを覚悟の上で、最後の曲に行かせていただこうと思っておりますが、この曲ですね、お客様、今日ご来場のお客様皆さんにご協力の上で進めていきたいなと思っている曲でございます。なんとかご協力 していただけないかなと思うのですが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。それではこれから私が、ちょっとだけご説明申し上げます。私に続いて、私が話したことそのまま、皆さんで大きな声で元気な声でですね、ご唱和いただければと。ご準備の方よろしいでしょうか。いきます。 One more time。 いや元気ないです。南国の人そんなはずない。だってあのそば食ってるんですもん。もっと元気なはずですよ。もう一回言います。One more time。 あれ10月の時となんかちょっと空気感がもうちょっとこう張った感じがしたはずなんですが、僕元気ないですかね。 One more time。 はいどうぞ。素晴らしい。だんだん合ってきましたね。これ津軽で言うともつけという人がどんどん乗ってきてくれるんですけど、ぜひですねこれを皆さんで、私がこの世にはこれしかできないんですね。3知ってるとダサいので、このタイミングでですね、ワンマタイムっていう形で言っていただきたいのですがよろしいでしょうか。もう一度もう一度準備よろしいでしょうか。練習いきます。南国の皆さん、ジャズに精通されてる方たちですよね。この曲何やるかもう言わなくても知ってるでしょ。元気にやってください。お願いしたい。これはカウント・ベイシーの曲で、パリの4月エイプリル・パリスという曲をやりたいんですが、本当はこれお客さんが言ってたのかな。CD 聞くと One more time とかって録音されてるもの入っちゃってるので、これできればお客様の声で元気よく One more time って来ると私たちもパーンって行きやすいんですけど、お願いできませんか。なんとか一つここは曲げでなんとか、手伝っていただきたいと思いますが。お、いいくなってきたぞ。お、いいぞ。それではですね、私の合図に合わせていただきまして、皆さんでご唱和いただいて、最後は鬱憤晴らして帰っていただければなと、いろんな嫌なことを思い出してですね、ワンモアタイムと叫んでいただければなと思います。本当に今日はお騒がせいたしました。ここで、反省させていただきまして我々のステージ終わらせていただきたいと思います。最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。それでは参ります。パリの4月エイプリルインパリスです。